倉賀野神社のね、拝殿がそちらにあります。神楽殿。こちらにね、無病息災、北向かい道祖神、そうですね、ちょっとよく見えないけど、北向かい道祖神って書いてあります。こういった感じで、確かにね、北を向いてる道祖神がございます。すごいですね。最新になってるね、道祖神、これは珍しい。はい、先ほどのね、祀られている道祖神はそちらの、なんていうかな、拝殿にございます。こちらにもね、たくさんの道祖神がございます。よく集めましたよね。そしてね、こちら、なんかいい感じの道祖神ですよね。そしてそちらにも、人も馬も道行き疲れ、道行き疲れ死ににけり、旅ね重なるほどの過疎けさ。なるほど。そしてこちらはね、いつものお約束、庚申塔です。はい、そちら側がね、倉賀野神社、拝殿本殿、そんな形になっています。でね、こちらの一角はね、いくつかのね、神社が、木の絵ね大黒天、金運の神、台所の神、ははじゃあくぐりましょうか。失礼します。確かに大黒様がいらっしゃいますね。どうだろうな、よく見えるかな。絵馬も大黒天です。そして一番奥にも大黒様がいらっしゃいます。はい、大黒天の隣には稲荷大明神。失礼します。冠稲荷大明神ですね。太田の方にね、冠稲荷、ございますけど、すごいっぱいいますね。いますって言うと、終わします。
すごっ。こちらにもね、ほほう、おお、見学もお狐様でございます。冠稲荷のね、隣、うん、ここね、天満宮様です。ここにね、祈る学業成就、これは切実ですね、皆さん。中のね、ご祭神は菅原の道真公です。やっぱり道真公というとね、牛なんですね。皆さんもね、来春、こういったね、入学試験、あると思いますけど、ご検討をね。天神社、菅原道真公。こちらにはね、倉賀野神社、本殿がこちらで、拝殿が向こう側です。そして、こちらには、漂泊の文人、飯塚久俊。1810年。歌人なんですね。良寛ですとか、そういったね、立花物語を表しました。どんなね、歌を残したでしょうか。伊香保寺の沼のあやめも分かぬように、あらわで入れて飛ぶ蛍かな。立ち入れて帰り見すればふるさとの動かぬ山も遠ざかりつつ。喜びの色を思わに表して、日頃のうさを語る弱かな。なるほど。なかなかいい歌読みますね。なんで上から目線なんでしょうか。これが立花物語。そちらにはね、今は昔、越後の国に良寛という禅師ありけり、梅盛りなる頃、人のもとへ、心あらば訪ねてきませ、うぐいすの小伝え散らす梅の花見に、天保中と迫りよとせという年。なかなかやりますね、飯塚久俊さん。こちらは甲信塔です。ここから先は入っていけませんよ。やっぱりね、甲信塔というとね、そこにあると思いますけど、猿田彦大臣なんですね。なかなか分かってらっしゃる。保存樹木、欅。保存しなくてはいけませんよ。
見事の欅ですね。はい、こちらがね、まあ、こちらの倉賀野神社さんのね、まあ、前はね、飯玉大明神、まあ、そういった名前だったんですけど、その飯玉縁起が書いてございます。まあ、ちょっと長いんでね、要約すると、まあ、771年からね、780年頃、まあ、8人のね、まあ、兄弟がいました。でもね、一番末っ子の八郎さんがね、まあ、なんていうか、優れていたんで、まあ、お兄さんたちにね、まあ、幼稚にあって、まあ、岩屋にね、押し込められてしまいました。まあ、大蛇となってね、その兄、妻子眷属までね、食い殺しました。そして、まあこれね、まあ味方は憂いました。でも一人だけね、まあ、生贄をね、まあ差し上げることでね、まあ勘弁してもらおうということになって、まあ、そのね、梅津姫っていうね、まあお姫様がいて、まあ今年のね、生贄になっちゃうわけだけど、まあ、宮内法眼宗光さん、まあ、勅使なんですけど、ね、その梅津姫をね、まあ、救ってあげようということで、まあ、一緒にね、まあ、その岩屋に行きました。まあ、琴を弾いたりね、まあ、観世音菩薩のね、照明を唱えました。そしてね、その、まあ、大蛇ね、まあ、黄色い涙をね、流して、悔い改めて、我が名は飯玉と選択し、消え失せました。まあ、そしてね、まあ、宗光さんがね、飯玉大明神を待たせさせました。まあ、それがね、まあ、飯玉縁起です。これはね、他のところでもね、まあ、見られる、まあ、似通っているね、まあ、縁起なんだそうです。でね、まあ、そちら見えますか？まあ、拝殿のね、光拝っていう場所なんですけど、まあ、琴を奏でてますよね。まあ、このね、琴を奏でているね、演技に、まあ、即したね、彫刻があるということがですね、まあ、大変珍しいんだそうです。まあ、そのようなね、飯玉演技。なかなかいい話ですね。